どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、やっとこのお知らせができる日がやってまいりました。皆さんご存知ですよね、もちろん。はい、リッドミュージック社さんから出てるこの4冊のガズが出してるこの、これ1回目で、これは初心者さん教則本が半分入ってるんですけど、その後に続いてこの黄色い本だとか赤い本だとか、はい、これ青い本で、これね、今までこの4冊このリッドミュージックから出てるこのガズの簡単ウクレレ教室シリーズのこの本なんですけど、これ今ね、この今まで出たやつだけでもね、15万部超えのですね、累計15万部ですよ皆さん。本当すごいですね。大ヒット商品なんですけど、今回ですね、今年も出ることになっております。2022年の7月13日。はい、この本、これが出まーす。今度は、ソングブック4ということで、いつものように100曲入りでございます。この本が7月13日に今ね、言ったように出版されるんですけど、予約がスタートされました。はい。Amazon 並びに、まあ、各本を使っているサイトさんだとか、書店さんにもちょっと聞いてみても、もしかしたら受付してくれるかもしれません。この本もですね、めちゃくちゃ楽しい本になってます。そして、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、はい。ここ、ぐわーっとこう見て、ここ、はい。これ、今、ゲラといってですね、この下ずりでこう擦ってもらって、ここが、どうした？これ最終チェックですね、つまりは。はい。なんて言うんでしょう。ガズが最後に自分のノートと YouTube と最終確認して皆さんのお手元に渡る前に、やってるぞということをですね、日々やっております。はい。そしてですね、これをやってる最中になんですけれども、予約がスタートしたということで、ぜひ皆さん予約の方をお願いしたいなというふうに思います。一応ですね、このことを今朝ね、ブログに書いたんで、ガズがね、ブログのリンクをちょっとここに貼っときます。概要欄にももちろん貼っとくんですけど、予約をお願いします。これ予約をね、なんでお願いしたいかというと、やっぱこの予約数によってこう、どのくらい印刷するかとかね、そういうのにもね、関わってきて、なんかやっぱどうせだったら皆さんの手に、ほら、品切れになっちゃって買えなかったっていうのもちょっと寂しすぎるんで、なるべくね、ちょっと予約していただけるとね、すごく嬉しいかなというふうに思いますけれども、ひとまずでも、ほら、どんな曲入ってんのってなると思うんで、100曲あるからね、ここで1曲ずつ紹介するのはちょっと難しいなと思うんですけど、安心してください。この下の概要欄に全曲、リンクを、リンクっていうかその曲名を書いておきますね。ただし、これ、現段階ではです。これなぜかというと、権利の問題だったり、このページの割りっていうのが、このページの割り振りの関係で、これちょっと入らなかったというか、変更になるということはまだまだ可能性あるんですけど、現段階ではこれということになっていますので、ここだけね、ご注意いただきたいんですけど、一応ここに曲名並べておきます。ちょっとちっちゃいですけどね、違うな、100曲ありますからね。ずら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 、これ洋楽から J-POP からキッズ曲からアニソンから、もうなんか演歌からもうハワイアンソングやもうトラディショナルソングまで、こんな感じでもうたくさんの曲が、入っているんです。詳しくはさっきも言ったけど、この概要欄に、貼っとくんですけど、はい。そういうわけでですね、一応まあ、わかりやすいのは Amazon のページとか見るとわかっていただきたいと思うんですけど、わかりやすいなというふうに思うんですけど、あとはリッドミュージックさんの公式ホームページでもその辺の情報が公開されておったりします。で、さっきも言ったんですけど、ガズのね、このブログ、ここに一応集約してるんですけど、まあ、概要欄にも貼っときますけど、Twitter とか、Instagram だとか、Facebook など、ガズレレやってるんですよ。で、この各 SNS の方でもその分かるようにしていたり、毎朝7時半からやってるガズラジでもね、このことをお話ししてるんで、ちょっと他のところも覗いてみていただいてですね、もうなんか、この予約受付のご案内をするのがね、すごい嬉しいんですよ、実はね。こう、まだほら、商品になんかなるかなとか、こう、なんかこう、なんていうの、そういう発表がない段階でこう作ってる時ってなんかね、なんかこう、なんかまだね、なんと釈然としないっていうかね、こうやってやっとこうやって予約になるぞというと、いよいよこのさっき見せてるこういうのも本格的に最後の仕上げに入っていくし、なんかそういう感じがね、すごくこう、なんていうのかな、こう、やっぱね、学部のチェックとかもなかなか大変だったり、編集さんとかもすごくいろいろやってると思うんでね、そういうのをこう、なんか一歩ずつ噛み締めながらですね、やっていると最高でございます。はい、これ紫ですよ、今回のジャケット。ちょっと前にね、この表紙の撮影の動画をちょっとね、Vlog 風にシェアしたの覚えてます？この辺にまたリンク貼るけどさ、この表紙が選ばれました。またこれ元気になっちゃいそうな表紙でしょ？はい、皆さん、
ぜひぜひ今回もまたよろしくお願いします。で、いつもさ言ってるんですけど、まあこのガズの方の特徴はこれね、シンプル簡単版しかね、こう表記ないんですよね。で、かっこいいバージョンを私やりたいなっていう人はですね、それでもこの本をすごくおすすめしたいんですよ。なぜかというと、例えばですけど、こういうところの下にですね、自分でかっこいいバージョンのことをどんどん書いていくわけ。ガズのノートもさ、上は簡単版、下はかっこいいバージョンじゃん。で、下のここのところに自分ならではの書き方でいろいろ書き加えていくと、もう世界に一個の自分だけの楽譜になるんで、それを自分で作り出すっていうですね、こうなんて言うんでしょうかね、これまだねベースなんですよ。実は完成されてない本なんです、このガズが今まで出版している本っていうのは。皆さんの手に渡って自分で書き終わった時に完成されるという、そういう仕立てになっておりますので、はい。だから、ベテランから超初心者、もう昨日ウクレレ触ったって人まで楽しめる内容になっております。はい。収録曲も盛りだくさん。概要欄に曲目と、ブログとか URL も貼っとくんで、チェックの方よろしくお願いします。はい。そんなわけでですね、まあまた7月ぐらいになったらまたね、発売になるよというご案内とかも日々していくと思うんですけど、他にもね、まあいろいろまだね、皆さんの耳に入ってない情報とかもまたいっぱいあるんですよね。まあどんどんこんな感じで情報も、新情報、皆さんのこう、ウクレレライフにね、めっちゃ役立つ情報を次々とアップとしていくようですので、またちょっとガズレレ YouTube のチェックの方よろしくお願いします。当たり前ですけれど、ほぼ毎日毎日ウクレレの楽しいレッスン動画も継続していきます。あともう一個一応お伝えしておくと、ガズピアノも最近めちゃくちゃ盛り上がってまして、ハニーさんと二人でやってるガズピアノ、こっちのリンクも貼っとくんで、このガズもう鍵盤楽器でガズレレみたいにどんどん弾けるんですよ。どんな方でもです。こっちもぜひご注目ください。それでは今日はガズの新しい本が予約開始だよというお知らせ動画でした。さよなら、バイバイ。